ラストプレイ頼む、よっしゃ、いけ、おお、いけた、いけ、よし。はい、ということで本日はね、秋葉原に来ておりまして、今日はねこちらで、5000円分買ってね、景品を取ってね、秋葉原といえばホビーの街ということで、そちらでフィギュアを買い取っていただいて、まあ、そのね買い取ったお金で最後何かを買ったり美味しいもの食べたりして帰ろうかなという感じなので、まあちょっとね買い取り金額は最後に発表するということで、まあいくらぐらいになるのかちょっとね頑張ってプレイしていきたいと思います。はい、ということで今ちょっといろいろ台見てるんですけど、こうね200円の台が多くて、マニアボンも200円ですね。不安なんですけど、まあ、とりあえずねやっていこうかなと思います。はい、ということでなぎくんがね100円設定になってたんで、まあ、ちょっとこちらやっていきたいなと思います。ちょっと末広がりっていうね、なかなか義語だと珍しいなっていう感じなんですけど、とりあえずパワー入ってほしいな。あーでも、おー、なんか結構動きますね。とりあえずね、ちょっと何も取れないっていうのは危険なんで、取れそうなやつからやっていこうかなという作戦です。まあ、結構ね、橋幅も左側広いんで、まあ、いけるんじゃないかなと思ってるんですけど。おー、いけた。いけましたね。ゲット。よかった。え、200円？マジか。はい、ということでね、早速1個取れたんで、まぁ、ちょっとね、今日は、個数制限もこの台ないので、ちょっとこちらでとりあえずね取れるだけ取っていこうかなと思います。ただね、あんま同じの持ってっちゃうのもね良くないのかなと思うんで、まあまあ適度な感じでやりますけども。おー、はい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 、ちょっとさっきとは違う動きにはなったんですけど、まあでも足幅広いんで、このまま左にぶん投げられればいけるんじゃないかなって気はしてるんですけど、いや、あー惜しい。もうほぼ落ちてますけどね。これどうしようかな。左の方に持ってきたいんで、この辺角、右角捉えて行ってくんないかな。やばい、完全にはまったっぽいっすね。ちょっと一回次奥行ってみます。これで動かなかったら、あ、これちょっとミスりましたね。これはミスですね。これで奥行って動かんかったら、あー入ってないな、ミス。この辺でどうかな。ちょっとバーをまたぐような感じで。頼む。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっとこれで動かなかったね。さすがに、ちょっと厳しいかなと。いけた！よし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 。いいですね、いいですね。いいペースです。はい、ということでね、なぎくんはとりあえず今2個ぐらいゲットしたんで、まあ、この辺で1回この台ね、終わりにしようかなと思います。次行ってみましょう。はい、ということで次、こちらね。100円しがらきくんやっていきたいと思います。ちょっとねクレジット移動してもらいました。これはねちょっと奥のなんかパーティションが近いんで、まあ縦はめ対策なんかなって気もするんですけど、頼む、動いてくれ。おー、まあ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 、都心なんてこんなもんですよ。俺はね慣れ親しんだ動きですね。さっきのなぎくんがめちゃくちゃ動きが良かったんで、ちょっと期待はしたんですが、あー、これミスですね。これはミスっちゃった。あ、でもいいですね、動きましたね。ちょっとこれは苦戦しそうな感じもしますが、まずは高めにしていきたい。あ、いいですね。いや、いいです、いいです、いいですよ。果たしてねいくらぐらいになるのか。なかなかね秋葉原もホビーとして人気のエリアなんでね。あ、いいですよ、いいですよ。これ次あたりで決めに行きたいですね。ちょっとがっつり寄せて奥側、トマト。あー、ミスった、ミスったけどなんか動きましたね。これ入れていきたい。オッケー、一応入ってますね、一応入ってますね、入ってるんで、いけ、うわ、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃないですか。いけ、いけ、うわ、しがらきくんね人気なはずなんでね。はい、もうこんなかっこいいフィギュアないですからね。いけ、あー、まだいかない。まあ、ちょっとねこの後200円設定の台もねちょっと挑戦してみたいなと思うので、ぜひ見てってくれると嬉しいよ。うわー、設置した。ちょっと今回は店員さんに交渉して、ちょっと隙間作ってまでか交渉します。はい、ということでね、交渉の末、ちょっと左に隙間を作っていただきました。まあ、これはね、やれる店舗、やれない店舗あるんでね、全部共通ではないんですけど、まぁ、あ、ちょっとお願いしてみるのもありかなと思います。いけ！よし、いけたー。まぁ、あ、悪くないペースじゃないですかね。とりあえず3つゲットですね。よはい、じゃあ続いてね、こちらの大神優ちゃん200円設定でございます。まずはね、この台だけ順を切ってことで、ちょっとここであえてやってみようかな。本当に200円なんでね、200円分のパワーないとちょっと困っちゃうなという気がするんですけど、あーでもんどうだ、どうなんだこれは。とりあえず横向きにはなりましたね。
まあ、とりあえず奥側ちょっと振ってさっきのなぎくんパターンを狙いたいですね。横にして落としていくみたいなイメージで。やばい、動かない。手前行ってみましょう。ワンちゃんね、これでずり上げスライドみたいな感じでいけないよね。ちょっと初期位置戻します。はい、ということで初期位置戻してもらいました。ちょっとね、さっきの形だと全く動かなそうやったんで、まあね、戦略的撤退っていうことで。どうかな。あー、でもなんかちょっとだけ動きましたね。まあまあまあ、また同じとこですね。ちょっとバー当たっちゃいました。うわー、これどうなったの。そろそろね、ちょっと200円ワンプレなんで減りも早いんで、ちょっとお金がいくらか怖いんですが、いける。うわー、嫌な形になってしまった。ちょっと倒してもらえるか聞いてみましょうか一回。はい、ということでちょっとね、下までアームが入るか不安だったんで箱をね倒してもらいました奥にね。まあ、これも店によってやってもらえたりやってもらえなかったんでね、ちょっと要注意って感じなんですけど。あー、どうなんこれは。奥振りたいんですけど、なんか倒れちゃいそうですよね。また、まあ、右が支えてくれればいけ。あー、まあそういう感じか。完全に設置してるんでちょっとなんとも言えないけど、いやー、これがきついな。どうしようかな。ちょっともう一回隙間交渉してみますか。はい、ということでイケメン超絶優しいお兄さんが右手前を開けてくれました。いやー、本当にね、イケメンは正義ですね。はい、ミスりましたけども、やばい。おい、いやー、怖いね、これ設置しそうはい、ということでイケメン神店員さん2人目おりました。マジ感謝ですね。これで取れないとちょっと本当に申し訳ない。やばい、まずいな。ちょっとね、今日は攻略とかではなく、もう、ね、純粋に企画ということでやっているっていうことにしてください。いや、まあ正直ね、あると思うんですよ、アシスト使うんかみたいなのあると思うんですけど、今日はねちょっとそういう企画でやらせてもらってるということで。やばいんじゃないこれ、危ね。いやー、そこのね、箱の頂点をつければいけるかなって思うんですけど、いけ。うわー、いかないかー。頼むよ。ちょっともうこれ絶対でも設置しちゃうよな。絶対設置するよねこれ。やっぱりね、そうだよねちなみに残金はおいくら万円ですか。やばい、あと200円だちょっとお待ちくださいね。はい、ということでちょっとね、イケメンお兄さんパート3ということで、もうねこれ決めないとさすがにもうねあかんですよということで、頼むよ本当に。ラストプレイ頼む。よっしゃ、危ねー。ちょっとアシスト使いまくったけど、はい、ということでね、5000円でフィギュア4つですね。はい、ということでこれはね、もう普通に攻略です。普通に攻略したくてやってます。一応ね、個数制限はないので、ちょっと別の台に移動して、プレイ中でございます。あー、どうなのこれは。そいつ次も、入り寄せで奥側ですね。まあ、これでワンチャン箱が転がったりしてくれたら嬉しいなっていう感じですね。いけ。あー、どうなのこれは。これはちょっとさっきと同じような流れな気もするけどな。とりあえず、入り寄せで奥側ですね。箱を右に振っていきます。おー、立っちゃった。とりあえず立ったんで、まあ、このままちょっと右添えながら手前にぶん投げます。ギリ入ったかな。ギリ入ってるけどどうだろう。なんとも言えない形だこれは。あ、いいんじゃない。いや、いいんじゃない、悪くない気がする。いけ。うーわー、惜しい。あ、いけ。はい、ということで、ね、一応自力でもちゃんと攻略はできるし、まあ、パワーはね200円で入ってるんで、まあ全然取れるのかなと思います。はい、ということでフィギュア4つ5000円でゲットしました。じゃあこちらをね、秋葉原に一旦放流していきたいと思います。はい、ということで買取が終了しました。まあ、ちょっとね、秋葉原でせっかくなんで買い物してこの企画は終了とします。はい、ということで今回はね、息子にこちらの湯布院の森とプラレール、これだけね買えたんで、こちら息子にプレゼントして終わりたいと思います。